バイバイいやー、やっと帰ってくれたと言うべきなのかもしれません。今週1週間ですね、僕はずっと寒波の天気予報をずっとしてきたんですよね。長い期間ずっと強い寒気流れ込んできていました。現在も日本海側雪強まっているところあります。明日以降天気回復していく見込みなんですよね。やっとこれで雪下ろしなど作業できる方もいると思います。怪我をしないようにですね、しっかり油断せずに作業してください。そうなりますとやはり体調を整える面でもストレッチ必要になるんですよね。しっかりと体を動かしてから作業するように、お出かけする時でも寒くて寝ぼけながらで出かけるんじゃなくて、やはりしっかりと体を整えて出かけることが大事なんですよね。やはりストレッチが大事になってくると思います。もうね、やっと冬将軍さんが帰っていくということで、彼に向けてね、手を振っていけたらいいかなと思ってます。冬将軍、バイバイこれじゃストレッチになりませんよ。腕をね、もう肘を曲げてしっかりと伸ばす、その状態で冬将軍バイ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 。10秒チャレンジです。これ10秒間ずっとバイバイしてみてください。腕つりますよ、そろそろつりますよ。すごい二の腕引き締められますかね。バイバーイ。ほーら、気持ちよくなってきました。最後にこう動かしてバイバーイ。目に入る人たちみんなバイバーイ。そんな感じ。皆さん今週もありがとうございました。バイバーイあ、どうもバイバーイ